何したりしてんの？あ、そうです、移住してからちょっと時間ができたりしたので、今までずっと描きたいなと思ってたものがあって、まあ、絵なんですけど、絵をゆっくり描いてみたいなと思って、はい、絵を描いてインスタとかにあげたりしてますね。はい、絵興味ある？お好きなんですか？絵興味ある？絵興味ある、はい、好きですね、描くのは。お、今結構5時間ぐらい見たりしてる、買いに行って、あ、絵お好き。俺結構5時間ぐらいアートオークション見たりしてる、はい、アートオークション？うん、5時間、え、5時間すごいですね、お忙しいのに。とにかく値段上がる絵がええねん。とにかく値段上がる絵がええんよ。あ、値が上がる絵がいい。なんか知らん、値段が上がる絵、値段が上がる絵。あれ、竹内はそういうんで買ってないの？竹内、うん、あ、描く方。そうですね、はい、大したことないんですけど、書いて更新してるっていう。今見れるのとかある？今なんか見れるのとかあるんかな。あ、はい、いいですか、うんうんうん、ちょっと見ていただきたいです。こういう感じでスクロールしていただくと、あ、漫画みたいな絵なんだ。あ、漫画みたいな。そうですね、漫画、4コマ漫画ですね。息子との日常を描いてます。どうですか？これは絵じゃない。これは絵じゃない素敵じゃないですか。お前の、絵じゃない。お前の日記やな。これはお前の日記や。あ、日記。え、まあ、絵っていうのは、絵日記といえば絵日記。はいはい、これは絵じゃない、うん、これは絵じゃない。絵じゃない。絵を見せてあげる。一応絵ではあるから。絵を見せてくれ。絵を見せてくれ。お前のイテウォン、イテウォンの絵を見せて、本物の絵を見せてやろう。本物の絵を見せてあげようか。あ、はいはいはい。ノブさんが好きな絵を見てみたいです。俺が描いたんだ。ノブさんが描いた絵。これが絵。チャンスの時間。フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。